笑い男さん、ワドツル。おはよう、電話なんだったの？電話。俺電話基本出ないよ。バタバタだもん。メールしか見ないよ、メールしか。どうした？笑い男さん、うん、昨日の小島グランプリさんの伝言。伝言？遅れるとかそういう現象？多分。現場入るの遅かったから。笑い男さん、あ、でしょ？うん。バタバタで動けない。セッティングとかいろいろあるから、うん、申し訳ない。カメラをコネコネしてたよ。うん、カメラコネコネしたり打ち合わせとかもうバタバタだから大変だよ。卵味噌って誰ですか、ベンツさん。こんにちは。卵味噌ってちょっと分かんないですね。リスナーさんですか。ああ、僕の放送によく来る4年見てるファンの人だ。4年見てるファンの人ですね。ベンツさん、わらわらわら。あ、ファンの人だな、多分。なんか僕のことずっと見てるっていう同い年ぐらいの人いましたね。笑い男さん、わらわらあの、北海道の子でしょ？北海道の子。頑張ってねって伝えといてください。さて今日何やろうかな。今日は何をやろうかな。写真でも撮り行こうか。何しよう。なんかあるかな。何しよっか。タイムラプス覚えたでしょ。何やろうかな。
何やる？腹減ったな。おにやかが空いたね。おにやかが。匿名さん、ワドツ。はい、ワドツ。何やろうかな。何やろうかな。匿名さん、サメちゃんがタトゥー入れてる W クレイジーだね。よい子さん、かずみちちゃんおはよ。おはよう。クレイジーだな。マジか。タトゥー入れた。33でタトゥー入れた。狂ってるな。33でタトゥー入れたか。働く気ねえな。嘘つきだな。タトゥー配信してるよ W 今入れてるみたい。やっちゃったね。負け猫さんおはよう。マジか。タトゥー入れたんだ。狂ってるな。狂ってるな。すげえな。俺にはそんな勇気ないかな。柄かっこいいの。和彫り？和彫りかな。クレイジーだな。負け猫さん、タトゥーは一回入れたら終わりだからね。終わりだとは思わないけど、33になってタトゥー入れようとは思わないかな。まあ、入れたいって思った時期あったけど、まあまあ誰でもあるじゃん、タトゥー入れたいなって。亀さん、風船ありがとう。今日初アイテムありがとうございます。初物でいいっす。いやー狂ってるな。まあ別に配信で食ってってる人だからいいのか。別にいいのか。そうだよね。トライバルっていうのは黒いね。俺が好きなのトライバルで、黒で民族模様みたいな、黒だけで入れるやつ。トーク、なんて言うんだろうな、ナイキのマークみたいな。違うな、
なんかあの紋章みたいな感じで入れるのがトライバルっていうのとね、で和彫りっていうのはまあ和彫りで、でかいタトゥー入れてんの、えワンポイントじゃないのがっつり入れたの、がっつり入れたんだ。女の名前とかだったら爆笑すんだけどな。女の名前掘らねえかな、浜崎あゆみみたいに。面白いね、人間って面白いね。俺にはそんな勇気ないよ。タトゥーなんかでかいの入れたら2、30万かかんじゃないかな。結構するぜ。よい子さん、かずみちちゃん一緒に KP で入れよ。やだよ。匿名さん、十字架に羽が生えてる感じのタトゥー。負け猫さん、お金の無駄だ。いいね、十字架にタトゥー。そういう系か。よい子さん、首にわら。正直かっこいいデザインなの。正直何点ぐらいのデザインなの。笑い男さん、小さいのなら消すことできるけど、でかいとどうにもならないからね。負け猫さん、めちゃ笑いますやん、いやわらわら。33で十字架に羽って何のひねりもねえなと思って十字架に羽何のひねりもねえなと思って、え、それ一生背負うの、それ一生背負うのと思って、めっちゃ面白いじゃん十字架に羽っすかと思って、いや、なんかかっこいいやつだったらあいいっすねってなるけど、笑いを取ってそこにすかるもん、負け猫さん、十字架に羽にドクロやばいでしょ、十字架に羽にドクロって小学生じゃん、わあやばいわマジで、マジで言ってんの、33で十字架に羽にドクロ、まさかさ、文字とか入れてないよね、あのなんつうの、トライバル風っていうかさ、わかる、なんかブラフマンみたいな書体の文字入れてないよね、あの定番のブラフマンみたいなやつ。いや歌舞伎町にいるチャラ男になっちゃったじゃん、まさか文字入れてないよね、それにあのなんつうの、時計の柄みたいなさ、あのブラフマンみたいな、マジかー、マジか、あのブラフマンみたいなやつだよ、ブラフマンのロゴみたいな文字だよ、マジか、マジか、わかりやす、マジか、ハイジーさん、花火投げたリスナーの名前入れてます、マジか、笑い男さん、ブラフではない、マジか、え、それもさ、日本語じゃなくて、日本語じゃなくて、もしかしてあのなんかちょっとひねった文字みたいなのを入れてる、格言みたいなのを入れてないよね、英語でもギリシャ語とかさ、ラテン語とかの格言とか入れてないよね、英語じゃない、英語とか日本語じゃなくて漢字じゃなくて、もしかしてラテン語とかギリシャ語とかの格言とか入れてたらもう爆笑するよ俺、それでもう寒すぎるよ、いやー、文字入った、ドクロ入った、十字架入った、羽入った、
お子様ランチじゃん。お子様ランチ、オムライス、ミニオムライスついて、プリンがついて、ハンバーグがついて、唐揚げがあって。ラテン語の格言。ラテン語、ラテン語、まさかメメント森とかベタなやつじゃないよね。俺ラテン語の格言メメント森しか知らないけど、まさかメメント森じゃないよね。マジか、ラテン語入ったお子様ランチデラックスじゃん。やっば。コトートさん、わらわらわら、コトート、メメント森入れた。マジか、マジか、マジで言ってんの、すごくない、この俺が絶対入れないであろうと思うのを全部マジで言ってんの。マジでメメント森入れたの、メメント森入れたの。やばいな、湧いてるな。ぜ、笑い男さん、ローマ字でセイムって書いてあった。ローマ字でセイムって書いてあった、すげえな、すげえわ。いやもうちょっとすげえしか言えないね、ちょっとすげえわ。うわー、中学生が入れたいタトゥーじゃん。サメ、ダネバラ、あ、サメなんだすげえわ。いやーなんか何にも面白くないもん入れたね。何にも面白くなくてただ痛いだけの。あとボム F でわらわらわらボム F？ もう何にも面白くないもん入れたね。すげえわ、ジャポニカ学習帳状態だ。落書きだらけだ落書きだらけだ。すげえ、かっけえ、震えるね、マジで。弟さん、癖になっちゃいそうだね、わらわらわ。いや俺多分もう鮫島さんのどこに入れたか分かんないけど、胸かな、背中かな、でかいって書いてあるから、胸か背中か腰か分かんないけど、もう絶対見たら爆笑するから、もう絶対見れないね。もうニヤニヤ止まんねえよ。え、だってありますよ、いこさん、化け猫さん、十字か羽、十字か羽、ドクロ、メメント森ですよ。やばくないですか。あ、延長台ありがとう。ほとばしるドキュン感、やば、延長台ありがとう、ありがとうね、笑い男、やばいよな、延長します、やば、血迷ってるな、狂ってるな。狂気だよ、狂気、すごい、すごい人が世の中に身近にいたもんだわ、すごい。俺も入れようかな、十字架に羽。何食べよっか、何食べよ、何食おうかな。メメント森か、メメント森か、ないな正直ないな。え、消せる大きさじゃないんでしょ、絶対後悔するやつじゃん。
それってさ絶対後悔するパティーンじゃない？なんか俺もうていうかむしろ消したいタトゥーナンバーワンのからでしょ。メメント森っていうのは死を思えとか死を忘れるなとか。ビリーさん同じのフォローぜ。化け猫さん毎日ツイッターで見てますか？ツイッターまあ暇の時配信外とか見てますよ。あの電車移動の時とかあの暇の時とか見てますね。さんは抱き台同じの掘っちゃう。すごいね。メメント。ことおとさん、死を思え森。いや、も森メメント森の中に死を思えって入ってるね。あのメメント森っていう文体。DM 今見るわ。はい。ヤンシーさん、あのデザインは島村の T シャツのデザインみたい。笑い男さん、わらわらわら。ダッサ。今 DM で写真送られてきたけど、十字架が剣みたいになってた。あれじゃん、キーホルダーじゃん。あのお土産屋さんで売ってる。京都とかさ、観光地のお土産屋さんで売ってるキーホルダーじゃん。それでしょ？あの剣のキーホルダー。羽が生えてて十字架が剣になっててドクロがついてると、あれキーホルダーですよ。キーホルダー、キーホルダーで、ね、メメント森って書いてあるぞ。やばいね。あれはなんであれを入れようと思ったんだろう。気が触れたのかな。負け猫さん、それですよ。わらわそうだよね。笑い男さん、そうだよね。あのお土産屋さんに売ってるキーホルダーだよね。ドクロ、剣の十字架、あの羽生えててメメント森。やべえな。すげえわ。正直ないね。正直ないね。あの直視できないね。爆笑だね。ありがとう。夜勤なんだ。挨拶だけ了解です。花火ありがとうございます。挨拶花火ありがとう。あららら、ありがとうね。ありがとう匿名さん。いやすごいキレッキレのタトゥーだな。キレッキレのタトゥーだな。え、狙ってるんでしょこれ。ギャグでしょ。まさかかっこいいと本人思ってないよね。本人結構いいだろうみたいな感じになってないよね。映像編集 PC 89000。大丈夫だよね。ビリーさん、三種の神器。三種の神器だよね。え、これ結構かっこよくないみたいな感じでノリノリで入れてないよね。やば。よい子さん、見たいわら。ツイッターに DM 送られてきましたよ。ツイッターに。トンネルの落書き。いや、トンネルの落書きどころじゃない。ジャポニカ学習帳でしょ。正直別にタトゥー入れてもいいかなと思うけど、俺鮫島さんだったらなんだろう。いやでもないだろう。剣、タトゥー、十字架、羽、ドクロ、メメント、森、サメはないよ。顔とかに入れたら面白かったのにね。おでことかに入れたら面白かったのに。負け猫さん、あの人は似合ってないわら。ねえ、ほんとダメだね。あ、もったいねえな。人生ダメにしてんな。いや本当にタトゥーで人生ダメになるからね、もったいないよ。思わない？タトゥー入れたっていうだけで結構もったいないからね。あのしかもさ、の見た目に入っちゃうから、あのもう性格とかさ経歴とかじゃなくて損をするじゃん、あからさまに。
明るさまに偏見食らうからね、タトゥーは。俺は別に偏見ないけど、言い訳できないかんね。ねえ、いや俺も本当にそう思う。サメのトライバルだったらいいじゃん。ここに胸とかにサメのトライバルとか、ここにねサメ入れたりとかでよ、それでいいじゃんっていう、それでいいじゃんって思うけど、まあバカなんだろうね知ってたけど。何食べようかな。まあ面白いからいいか。多分なんか彼女とお揃いでとかそういうノリだと思うんだよね俺、うん、なんか羽羽って男の人入れる、あんまり入れるっていうイメージないのね。で女の子彼女ができて一緒のデザイン入れようよってイチャイチャして描いた絵をそのまま入れてるんだと思うよ。うこれ絶対当たってるから。俺もう鮫島さんと付き合い長いし、俺あの人の性格わかるから、あの人が普通のテンションだったら羽なんか入れないんだよ。絶対女の子とベッドで落書きしてて、それをタトゥー屋さんに綺麗にデザイン書き直してもらって、え、羽っすかみたいな、本当にこれ入れんすかみたいな、ちょっとこれ かっこよく書き直してみたいになって、え、じゃあドクロも入れようよって、なんか寂しいから文字入れようよっつって、メメント森ってひねり出した挙句ラテン語メメント森、うん、そのパターンでしょやべえなマジで。すごい。がっつり色入れてんのかな。色入れたら結構高いぞ。色入れてんのかな、筋彫りみたいな感じなのかな。筋彫りってあんのか、用彫りに。色入れたら多分あれ大きさ的に100万ぐらいいくんじゃないの。すげえよ。何食べよう。まあ笑いのために体張る配信者の鏡だな、うん、みんながくすって笑うためにタトゥーを入れる人だから体張るよな。笑いの神様だよな本当に。尊敬するわ。俺できない。俺リスナーの人笑いのためにタトゥー入れらんないもん。ふざけ人さん、映画はどこで見れますか。映画はどこで見れますかって、映画館でしょ。映画館、映画なんだから、映画館で見れますよ。映画館でぜひ見に来てください。映画館です。ああ面白かった。
何食べよっかな。何食べる？みんな何食う？何食べよう？ご飯結局のんちゃんとコンビニ弁当さ食べれなかったな。バタバタ忙しくて、なんかね、のんちゃんが会いに来てくれてもね、全然ね、のんちゃんと楽しくね、なんか寝るだけでか申し訳ないなと思って、デート連れて行きたいし、なんかもうほら4日に1回ぐらい遊びに来るでしょ、のりこが。だけどもう俺がさ配信やったりなんかこういろいろ動き回ってて何にも仕上げられてないんだよね。朝起きたらのんちゃん帰ってたな。まあのりこ自身がね寝てるだけで幸せだっていう人だからあれだけど、なんか俺はなんかちょっと遊びたいんだよね。のんちゃんと思い出いっぱい作りたいんだよね。ふざけ人さん、今の時期イルミネーションいいですよ。イルミネーション、そっか、もうイルミネーションの時期だ。どこでやってるかな。イルミネーション有名なところでタイムラプス撮りたいな。イルミネーション有名なところってどこだ。お台場？なんかね、タイムラプス撮りたいんだよね。最近タイムラプスにハマってて、もう3、4本撮って頑張りたいかな。3、4本。寺さん、丸の内、青山、目黒川。あ、丸の内とかいいかもね。青山はまあまあまあ、青山もいいんだけど、意外と丸の内いいな、いいな。オフィス街でねタイムラプスってあんまやんないから、丸の内いいね。千代さん、お前適当やろ W。 何食べよう。なんかおすすめの美味しいものとかある？雨降ってんのかな。雨降ってんのか。
ご飯食べてタイムラプス撮り行くか。ご飯食べてタイムラプス撮り行こう。今日はどっからの風景撮ろうかな。あ、でもタイムラプスダメだ。あの、まあいいんだけど、撮っても。ちょっと時間的に夜景だな。夜景タイムラプスだな。じゃ一回お風呂入って準備するわ。お疲れ様。じゃあねー。